こんにちは、カイアです。今日はですね、スピリチュアルカウンセリングとコーチングの、セッションについて話をしたいと思います。一般的にこうやられているスピリチュアルカウンセリングっていうのは、カウンセラーの人がクライアントさんが来た時に、あなたの人生こうこうこうでしたねとかこうですねっていう話をこう聞いて、ああいい話でしたってクライアントさんが帰るんですけど、でもそれだけではなんか、でこれから先どうやったらいいのかとか、何か自分で変えられるものがあるんだけど変え方がわからないっていうもので、結局また2ヶ月なり3ヶ月なりとか経った時にまた話を聞きに来て、じゃあ私の人生どうしてどうですかねみたいな感じで終わっちゃうんですね。そのなんかそういう同じループにはまっちゃうっていうか、同じことの繰り返しになっていくんですよね。だからなんか違う方法でできないかなと思ってた時に、そうだコーチングを入れようと。で、自分がその占いっていうか、こう自分の人生のことを話を聞きながら、で何を変えていけるのか、どういうふうに前向きに進むことができるのか、プラスにできるような要素を入れた方がいいなと思ったんですね。でそれをこう入れ込んでいった上で、自分が次じゃあ何のステップを踏んでいけばいいのかっていうものをこう学んでいけるっていうか、だからただ話を聞いてそれはいい話だった、こうだった、感情的にもすごく救われたり癒されたりするかもしれないんですけど、でもそれプラスで、じゃあ私はこれからどういうふうに変わっていけばいいんだろうとか、変える方法はどうだろうかっていうのをこう学んで、次に進んでいけるようなセッションを提供しています。